皆さんこんにちは、リアンです。柿渋で染めた手ぬぐいシリーズでバンバン作ってっちゃうよ。柿渋で染めた手ぬぐい、いい感じでしょ。これで今日はちょこっとお買い物に持っていけれる、ちょっと肩にかけれる手提げカバンを作りたいと思います。お買い物行くときにお財布とスマホと、あと畳んだエコバッグ入れてちょうどいいぐらいの大きさ。今日はポケットも何もなしで、すごいシンプルに作っちゃう。ポケットいる？ポケット。ポケットあった方が便利っちゃ便利だよね。ポケットもつけちゃう？そうしようか。ポケットつけちゃおう。また急に突然から。さっきまでポケットなしやったのに。作り方変えらなあかん？作り方変えらなあかんなる？あ、簡単なポケットにしよう。そうしよう。ぶら下げるタイプじゃなくて、うん、OK。今変わりました。ポケットが中についてるバッグを作ります。はい、用意するもの、手ぬぐい2本、別に柿渋で染めてなくてもいいです。手ぬぐいじゃなくてもいいです。今回使った手ぬぐいの大きさは 88cm×34cm 幅です。普通の布をそのサイズにカットして使っていただいても全然 OK、 全然 OK です。今日はこの手ぬぐい使います。わりかしこうデザイン考えて、文字が入ってて和柄っぽいのがいいなと思ったので、このツルの手ぬぐいにします。これは庭師って書いてある。庭師かっこいいね。お庭のねところね、かっこいいですね。この手ぬぐいで作ります。ほな早速やっていきましょう。手ぬぐいでお買い物バッグを作ろう。用意するものです。手ぬぐいが2枚。今回は柿渋染めしています。ポッケ用 36×22cm が1枚。これは裏用の手ぬぐいが大きかったのでそちらを使いました。持ち手ひも 2cm 幅、 52cm のが2本。接着芯厚地です。 35cm×90cm、 だいたい手ぬぐい1本の大きさです。表の手ぬぐいに接着芯を貼っておきます。今回の手ぬぐいは 88cm×34cm です。手ぬぐい2枚。表用のデザインが気に入ってる手ぬぐい、裏用の別にどうでもええ手ぬぐいで、これの余った切れでポケットにする。これちょっとこっちの方が大きいんですよ。で、今回は接着芯貼ってカッチリ作ります。これしっかりしたすごい厚地の接着芯、これ使います。あと持ち手綿テープ、余った布切れで作ってもいいんですけど、めんどくさいので今日は楽ちんに綿テープ使います。じゃあ早速やっていきましょう。大きさをね揃えましょう。この手ぬぐいと手ぬぐいってそれぞれ大きさ違うんですよ。同じ大きさのサイズにしたいの、中に入れるからね。リバーシブルとして使ってもいいデザインなので、気に入った手ぬぐい両方でやってリバーシブルで使ってもいいかもしれないですね。こっちはねちょっと若干ね大きいね、だからサイズ合わせて切っちゃいましょう。ロータリーカッターで切っちゃうんですけど、今日はもうハサミでジャキジャキ切っちゃおうか。もうね簡単にサクッと、ロータリーカッターも簡単ね。でここも揃えて切っちゃいます。うん、切った。これで同じ大きさの手ぬぐいが2枚。でこの余ったこの掛け渋の切っちゃないこれでOK にする。こんな切っちゃないのでいい、それとも可愛いのにする。仲やからね、切っちゃないのでいいよね。じゃあポッケはどうやってしようか。いろいろやり方あるんですけど、これもうちょっと、これちゃんとアイロンで当てて三つ折りにして、ふんがほほふほん OK。 じゃあどうやって、ああやってこうやってポッケにしますやりながら説明していきます。わかりました。じゃあまずアイロン当ててきれいにしていきます。それでここの表になる方の、こっち表になる方の手ぬぐいにこの分厚い接着芯を大きいアイロン台で貼っつけていきます。少々お待ちを。
はい、よし、接着芯貼ったよ。パリン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 。結構分厚い接着芯やから張りのあるいい革になると思います。本体を縫います。手ぬぐいを半分に折って1センチの縫い代で縫い合わせます。3センチ3センチになって6センチのまちを端に取ります。これを表と裏2枚してください。じゃあこれ中表にして半分に折ります。タッタタッタと仕上げていこう。折ったね。そうしたら両端を1センチの縫い代でミシンかけていきます。ずれそうやからよいしょ、しっかり留めとこう。しっかりこっちも接着芯に惑わされず、手ぬぐいと手ぬぐいでしっかり合わせ、接着芯に惑わされるな。ほら、縫っていきましょう。で、初めての人向けね、よく知ってる人は飛ばしちゃってくださいね。私のミシンにはここに5mm とか1センチ、5mm 間隔で印がついてるんですけど、家庭用のミシンにはついてないと思います。そういう場合は定規で針先から測って1センチのあたりマジックで描いちゃうとか、マスキングテープ貼っちゃうとか、目印をつけておくとやりやすいです。はい、じゃあ塗っていきます。はい、縫えた。そしたらアイロンでここ割っていきましょう。これちょっと硬いから、あ、ちゃんと接着芯ついてない。ここちょっと私ほんと接着芯苦手。ちょっと高温で接着芯ほんと苦手。ちゃんと貼っとかへんと。もう誰か接着芯上手に貼れるコツご存知の方教えてください。温度足らんかったのか。冷ましてたよ、そーっとそーっと冷ましてて、そーっとそーっと冷ましててんけど、難しいね接着芯。じゃあ腫れてる方から縫い代を割ります。こういうね、小さいアイロン台作っといたら便利ですよ。動かんでいいからね。毎回言うてごめんね、いつも見てくれてる人。よいしょ、硬い接着芯、硬いミシンオイルのことを前回言ったら、うん、いい音になってますよってコメントくれてありがとうございます。でもまたサボって今日入れてへんやめね、すぐサボってた。よいしょ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 。じゃ反対側も割ります。割れた。そしたら3センチのまちを取ります。どうやって取るかっていうと、ここ手入れて、でここの真底のラインとここの縫ってあるラインを合わせに、こうやってピコッと折って、それで待ち針をこうプスッと刺してみる。そしたらそこのラインよいしょ、見えへんな、ちょっとアイロンで印つけとこうか。よいしょ、ちょっとアイロンで分かりやすいように印つけとくね。手入れる、ここアイロンで印ついたラインとここのラインを合わす。パコッと折るやん。ほら、こんな感じこんな感じ。ここのラインとここのライン、縫ったところを合わす。でこうやって刺してみたら分かるよね、折ってるね。でまたこれをよいしょ、上にキュッと、ちょっと歪んでる、大丈夫。でこうやってよいしょ、こうやって折ったらほら、同じ二等辺三角形になるじゃない。定規を持ってきて、で3センチと3センチのまちが欲しいから3センチのところを持ってきて、ほらこうやって3センチのここの縫い目に3センチのライン合わしたら、ここに3センチ、こっちに3センチでちょうど真ん中に線が引けるのよ。こうね。そしてこれをミシンで縫ってあげましょう。ミシンで縫ってあげましょう。またさ、これ来たらさ、ここにさ、あれやね、ポイントあるから、こうまだこうやって持ってくる。ピュー、別に私に合わんでって前も言ったのはい、縫っていきます。でミシンの針落として、しっかり返し縫い忘れずにね。で反対側も縫います。はい、縫えました。そしたらいらんとこ消して
手でここゴワゴワするようだったら1センチぐらいでカットしちゃってもいいんですけど、なんかここがほどけてきそうで嫌なので返し縫いもやってないから今日はやりません。こっち側にアイロンでこうやって倒します。よし、あとアイロン仕事もう一個、ここの口の上から3センチのところを折り曲げます。よいしょ。今日の晩ご飯は言わんでイワシの、なんかいつもイワシは梅干しで煮てたんですけど、クックパッドさん見るとローズマリーでオリーブオイルで圧力鍋っていうのがあったんで、それをやってみようと思います。今それでなんか塩水で1時間ぐらいつけるといいって書いてあったからそうしてます。イワシってちょっとあ魚臭いところがあるから、そうするといいかな。お魚料理苦手でというかあまりやったことなくて、でも最近体にいいからお魚は積極的に食べなきゃいけないなと思って、お肉とお魚交互に食べるようにしてます。もうそういう年なのよね。ほんまか暑い、エアコンかけてるけど、皆さん熱中症にならないように注意してね。大丈夫大丈夫思ってたらなるからね。こまめな水分補給で、はい、じゃあ色当てましょう。よし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 。これさ、バッグやから今60番の糸で縫ってますけど、太番手でやってもいいかもね。30とか50とか、その方がステッチ可愛くなる。じゃあ次ちょっと太い30番の糸で縫ってみようか。お外、バッグのお外と持ち手をつけるので針を太い針に変えて30番のミシン糸にチェンジしたいと思います。その方が丈夫やしステッチも可愛いと思いますね。できた。パコ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 。じゃあこれひっくり返しますよ。シワシワになりませんように。これね、よいしょ、こうやってこうやってつまんで、くるりんぱくるりんぱ。こう厚手の接着芯貼るといきなりこうパリッとしたカバンっぽい雰囲気になると思うね。よいしょ。それでスーパー行くよ。今使ってるやつが便利すぎてね、だいぶへたってきたんで、よいしょ、これで持っていくよ。よいしょ。ピッピッとね、チュッとアイロンかけてあるからピッと角出るよね。中から爪とかピュッと角出してあげて、いいんじゃないいいんじゃない。よいしょ。でこれ口ね、いいんじゃない。どう大きすぎ、いいと思う。もうちょっと縦長すぎ、もうちょっと1センチ下げる、これぐらいやね。あと2センチ下げようか。急遽5センチにします。あと2センチ下げましょう。ちょっとね、縦長すぎでバランス悪しってやって、内布も5センチ折り込みます。ほなやってミシンの糸と針と変えとくわ。はい、じゃあ折り込んだよ5センチ折り込みました。そしたら芯がしっかりしてるから立ちます。オッケー。つけたい方だけ、先ほどの用意したポッケ布を半分に2つ折りします。中表です。ここを1センチの縫い代で縫い合わせます。そしてくるんとひっくり返してください。両端を1センチ中に折り込んでください。1センチ折り込んだら、端っこミシンともう1本落としミシンかけます。これ裏地の手ぬぐいです。中心線の上から10センチ開けたあたりにポッケを配置します。そしてここを縫ってください。ではさっき急に作ることになったポッケを作っていきたいと思います。用意した布はこっちの裏地の手ぬぐいが長かった分22センチ長かったんです。
22センチ長かったこの切れを使います。と寸法で言うと22センチ ×36 センチぐらいでした。これをポッケにします。一番簡単なポッケにしましょう。まず半分に2つに折ります。こうね、ここね、まず半分に2つに折ります。外、中、中表で2つに折って、で、ここ1センチの縫い代で縫っちゃいます。その間にアイロン温めとこう。こまめなアイロンは上手に作る秘訣やからね。で、ミシンで1センチの縫い代で縫います。なんか音悪い、いける？やっぱりミシンは油さすといいよね。それでこれをアイロンで割っちゃいます。アイロン台、アイロン台あったよ。もう壁と同化してよ、見つけへんだけやった。じゃあ早速先に塗ったところ、ミシンで塗ったところの割っていきます。そうすると綺麗に変えるからね。で割ったらひっくり返す、返して、これかぎしぼムラムラやから、ムラムラやから、ムラ染め。なんか急に暑なったよね。この間まで寒いって肌寒いって言ってたのに急に暑なって、今度熱中症なるって感じで振り回されてますよ。はい、でこうやって綺麗にアイロン当てれたら2センチぐらい、1センチでも2センチでもいいです。中に折り込みます。ちょっとこの辺のピュッと切っといて、じゃあちょっとね、簡単にね、かっこいいお買い物袋を作りましょう。だいたい2センチってこんな感じ、目分量でいいよ、こうやって。目分量難しかったら測って印つけたらいい。まっすぐなってたらいい。折り込んでアイロン当てる、ピッピッ、あわん言ってるわ。うん、ちょっと見てくるな。誰にワンワン言うてんの。ワンワン言わないよ。なんか見えないもんに向かって泣いてる。どっかでなんかない、遠い、私には聞こえない音がワンちゃんには聞こえるのね、きっと。ナオちゃん警戒してワンワン言うておりますね。よいしょ、分からへん、目分量うまいこといけんから、とりあえずここで一回折ろう。で折り目つけて、いい加減すぎるからあかんねん。大きさは何でも適当でいいんですよ。要は筒に塗って両サイド折り込む。んで、よいしょ、どっちを表にしようか。はい、でここの今塗った縫い目のところから2センチぐらいのところをずれ棒しようかな、飾りかな。ちょっとこことここ2本ミシンかけとこうか。端ミシンと2センチぐらいのところ、するとしっくりしたポッケになると。次布地に縫い付けるんですけど、ここを返し縫いするときに、こう何て言うの、こうやって返し縫いして走ってもいいし、なんかこんな感じ三角になるように返し縫いして走ってもいいです。でポッケのつける位置は2つ折りして、表ね、表につけるよ。よいしょ、どっちにつける？白い方とオレンジの方についた方が可愛いよね。でこのミシン塗った方がポッケの入り口になる。でだいたい真ん中2つに折って、よいしょ、真ん中、なんとなく真ん中と真ん中合わして、上から10センチぐらい、ここら辺、まさにここら辺にポッケつけましょう。待ち針する？待ち針しようか。よし、じゃあ待ち針。出しとけよ、待ち針ちゅうねんな。待ち針じゃん。はい、待ち針しとこう。
きすぎるポッケ、深すぎる、まあええや。んでここを返し縫いしてぐるーっと端っこでミシンかける。そしたらここ入るからね、やっていきましょう。ガン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 作っていくよ。ガン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 ね、三角目分かれへんかったからまっすぐでいきます。はい、ポッケできました。よし、見て見て、はい、はい、ちょっとできてない。はい、ポッケできました。ここね入るよね。じゃあ次、これを中表に折って両サイド1センチ縫うよ。これは表も中も同じ。じゃあ縫っていきましょう。はい、じゃあ次ね、3センチのまちをつきます。縫い代割っておきましょう。でここ手入れて開いて、でここの底の二つ折りの底のラインとここの縫い代のラインが重なるようにちょっと配置するよ。でこうやって折ってあげて、でここ3センチ3センチ、こっから3センチ、こっから3センチになるところ探していくよ。3センチ3センチで6センチになるここを縫います。してあげると、もう反対側やっていくよ。はい、できた。じゃあこれを開くよ。でこれ裏の手ぬぐいで作った袋です。中の袋は外に5センチ折り返します。外に使う袋は中に5センチ折り返します。アイロン当てたらこの袋を中にセットします。これ開かんねん、中やから。これは中のままで、中側はこうやって中のままでこうやって入れるから、シュポンと。で入り口のところは3センチ折り返しとくね。3センチ。あ、で中はこっち側にね、向かい合わせになるようにするね。かさ、もうさ、急に暑くなったじゃない。ワンコの散歩にさ、すぐ連れていけないのよね。熱中症になったらあかんから、お印通りに折ってアイロン当てときましょう。中はね、若干ね、同じ導寸でやってたらどうしてもこう外から中見えちゃうからね。 3.2 気持ち、3ミリより深く 3.2 ぐらいで折ってアイロンかけとくといいと思います。でこのペンは水で消えるペンだから、あとでシュッシュって霧吹きで水かけてあげたら消えますよ。ちょっと消してる、消しとこう。よいしょ。ここまっすぐしとこうね。ゴワゴワするから。ゴワゴワするからまっすぐして。よいしょ。この水で消えるやつ消しとこうね。これ水で消える。ほら。消えた。消えたっしょ？ね。で、これで裏は OK です。どんどん下がっていく。じゃあ表もやっていきます。この中にさっき作った裏布を入れます。でポッケは自分の身にある方がつけやすいから、裏カバンの裏の方にやるかな。入れます。しょぽ。入りました。この横と横、縫い目と縫い目合わせて、でここの持ち2ミリぐらい下に合わせていきます。折り目もちょっと2ミリぐらい、5.2 ぐらいでアイロンで折ってあるんで、ちょうどそれぐらいで加減してやってくれたらいいと思います。でセットしていきます。でピッと引っ張って、よいしょ。かわいいと思う。うん、ゴムちゃんうんちしたって言ってる。わかる、合図してくる。散歩行けかな。また今日も散歩の時間になってきたけど、また外暑いと思うのよね。
もうさ、老犬やから熱中症になったら困るからねと言いながらセットできました。で、ちょっとピュッピュッとこうやって中、いや、沿わしてみようか。ええ感じやん、ええ感じやん。おー、ええ感じやん。な、な、こんな感じでな。こんな感じ。持ち手もセットしますよ。中心から、中心から6センチ、6センチのところに紐の作業が来るようにはめ込みます。3センチぐらい中に入れちゃいます。これを両方2本セットしたら、口周り端ミシン、ここですね、トトトトトと端ミシンしてください。上から 2.5 センチのところにもミシン、落としミシンをかけたら出来上がりです。持ち手、持ち手セットしていくよ。な、今度ここ真ん中から6センチ、6センチのところにセットしていくよ。で、ここライン引いてあるから、下のところ6センチのところに合わせて待ち針じゃん。さっきねピンチでやったらポロンって取れたからね。これねじれないように確認して、で3センチのところをよいしょよいしょ入れて揃えて待ち針じゃん。出来上がりは近い。それでこうやって固定した状態でミシンでまず2ミリぐらい、2、3ミリのところをぐるっと縫って、その次に3センチぐらいのところをぐるっと縫ったら出来上がりです。ほな、やりましょう。ほいじゃん、シャンプー待ってな、な、もうちょっと待っててな。よいしょと、まだ暑いからな、まだ暑い、な、まだ暑いねんわ。せやから散歩はもうちょっと後にしてな。ちょっと今ミシンの糸変える。な、ちょっとミシンの糸変えるから、ちょっと、もうちょっと涼しいなるまで待っててな。よいしょ。あっちな、あっちな、笑ってんの。かわいいな。はい、ほんなら、いよいよ、もう今日も、今日あっちゅう間に簡単にできる。いよいよ口のところを縫って仕上げにかかっていきましょう。で、いつも言うけど、こうミシンかけるときは外からかけるんじゃなくて中見るようにかけた方がかけやすいからね。じゃあまず口の端ミシンかけていきます。またワンワン言うてはる。ワンワンちゃうで、ワンワンちゃうでな、あももちゃん動じへんな。よいしょ、5ミリぐらい。よい、あち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 、今変な動かし方した。今変な、あちって言うて、上に上げて、また、またやけどしちゃう。あち、今、五十肩が上がれへん方に上げてしまって。痛っ。やけどが痛いんか、五十肩動かした方が痛いんか。五十肩動かした方が痛いですね。やけどはそんな、大したことないね。しょっちゅうやけどします。よいしょ。だからアイロンの向こうにこの針山を置いてるからあかんねん。な、もうあかんことばっかり。手持ちてます。して持ち手のところちょっと返し縫いしとこうか。重たいも入れたりするからな。別にせんで。でか。最初のとこちゃうしな。よいしょ。やっぱりぶっちょい針にしたからザクザクいきますね。昔はね、カバン作るの好きでカバンばっかり作ってた時もあったけど、一貫針やりだしてから一貫針をカバンばっかり夢中で作ってるからね。よいしょ。でもね、ちょっとね、最近エコバッグで、スーパー行くエコバッグで気に入って使ってたやつがへたってきたからね。よいしょ、よいしょ。3センチのところ、よいしょ、3センチ、25の方がいいや、3センチにしとこうか。いや、25にしとこう。
これが紐が3センチやからちょうど30やったら紐が縫えないかもしれない。25にしましょう。25できました。じゃあ綺麗にしていきましょう。はい、できたよ。どうでしょうか。自立するね。できなかった。はい、できました。柿渋染めの手ぬぐいで作ったバッグできましたね。いかが？結構いいよ。このさ、つるんところもええけど、私はこっちの裏にするつもり。うるさいよ、なごちゃん。裏にするつもりやった。文字入ってる方がかっこいいような気がする。で、しっかりした厚手の接着芯貼ったから、パリッと、パリッと仕上がって、パリッとね。で、肩からかけれるような長さにしました。ほらほら、ちょうどよくない？どう、ももちゃん。もうええわって感じやな。こんな感じで、ほら、行くない行くない。あ、めっちゃいいかも。ちょっとほこり取っとこう。はい。いい感じと思う。すごいいい感じと思う。で、もう自画自賛。手ぬぐいでバッグ、ポッケ付き。このポッケはスマホ入れたり、自転車の鍵入れたりするのにちょうどいいと思います。A4 入るかな。入れてみようか。A4 は A4。いらんこと言わんね。A4。あ、これ A4 より大きい。A4 より大きい。私の本入れてみましょう。すっぽりレッスンバッグにもいいかもね。よし、できたできた。よいしょよいしょ。はい、できました。手ぬぐい2枚と接着芯でお出かけのお買い物サブ、お買い物バッグ作りました。お財布とエコバッグとスマホと入れてお買い物に連れて行ってあげてください。割と一番もシンプルな、すごくすごく簡単な方法で作ったので、初心者の方でも安心して作っていただけると思います。で、ちょっと中のサイズが外と同じサイズでやったら、ちょっと中が若干ダブル気味だったんで、最後まで見ていただいてありがとうございます。心温まるグッドマークやチャンネル登録していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。これからもどんどん手作り頑張ってやっていきたいと思います。リクエストコメントとても嬉しいです。またどんどんお待ちしていますので、よろしくお願いします。今日は手ぬぐいでバッグを作ったリアンでした。バイバーイ。散歩行ってくるわ。待ってるから、もうすんごい降っててる。じゃあちょっと外も涼しくなったみたいなので、散歩行ってきます。バイバーイ。動画で学ぶ一貫張り講座を始めました。YouTube ではなかなかお伝えできないことや、細かなコツやポイントをお伝えしています。リアンの講座には基礎ののり編と応用ののり編があります。まずは基礎ののり編です。講座には一貫張りのバッグがすぐに作れるカゴバッグ材料セットと、一貫張りのためののりや柿渋のついた初めてセットがついています。お好きな時間に、ご視聴期間なら何度でもご覧いただけます。詳しいことは動画の概要欄にリンクがありますのでご覧ください。合わせてリアンとリモートで学べる初めての一貫張り講座も不定期で開催しています。一緒に一貫張りを楽しみませんか？